はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。楓さんちへようこそ。ちょっとね、喉がイガイガしてますので、よろしくお願いします。でですね、ネット注文を、まあ、アマゾンか。アマゾンだったりね、ヤフーだったりとか、楽天とか。まあそういうところで、ブラックフライデーとかね、そういうのも、まあやってたりしています。していました。で、まあ、いろいろとさ、普段なら、なんて言うんだろう、すぐつく代物が、やっぱそういうのでさ、ブラックフライデーとかそういうので、注文がガッと入って、もう宅配業者の人がさ、大変なことになってることがあったりとかしてて、いつも、ね、いつも使ってるというかさ、そういうもので、お米とかさ、まあこういうね、ケーブルとかさ、あ、欲しいなと思って。だけど、そういう、電気屋さんに行く、ちょっと時間もなかったりとかしてて、じゃあネット注文がいいよねって思ってやってみたら、この日までに欲しい。注文した日が、まあ、例えば水曜日ぐらいで、まあ、金曜日ぐらいまでについていたらいいよねって。まあ、土日に、まあ、会社行くこともないし、会社に行くのに、まあ、それが必要だよねって。うん。余裕持ってね、やったつもりが、月曜日が届かなくて、すいません、水曜日、来週の水曜日になります、みたいなさ。それだったら、実質店舗っていうか、電気屋さんに行って、買っとけばよかったって。注文した後に、ね、しまったっていう風になっちゃったりとかするんでね。もう、キャンセルできない状態だったりとかしてて、ね。そういう風に、なっちゃったりとかするんだよね。そういう時って限らずっていうか、なんかネット注文して後で失敗したみたいなさ。でもこういうね、ケーブルってさ、何本あってもね、いい部分があったりするから、多分ね、100均のやつでも結構良かったりする。うん、私はね、乱暴な扱いもしてないし、まあ、おうちだけでね、使っていたりとかするんで、まあまあ、乱暴な扱いをしていないので、中のさ、電子部分が潰れるっていうことはないんだけど、うん。でも、ドキドキ感もあるよね。いつ来るかな、いつ来るかなっていうのもそうだし、あと、なんか失敗談みたいなのもあるよね。いろいろと。サイズ的にはこのくらいだろうと思ってて、行ってみたら、買ってみたら、あれ意外に小さいぞって思ったりとか、意外に大きかったって。いいのもあったりしてて、大きいのはね、いいと思う。うん。その他になんかね、下に、服だったら下に何か着るとか、っていうこともできるし、ね、気のせい。あと、カバンとかだったら、ちょっと外に、手に持つのがちょっと苦痛だなっていうものを、まあまあ、ハンカチとかね、ペットボトルのね、あれを、買った時にどうしてもやっぱ手に持つのはどうかなと思ってカバンの中に入れるっていうのもできるしねって思いました。
はい、皆さんどう思うでしょうか。以上です。